皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。元ネタシリーズということで、今回はゆらゆらシリーズの女の子用の、ね、元ネタを紹介したいと思います。こちら、車輪がかなり大きいものなんですけども、フエラムネのおまけがこれなんですよ。フエラムネのおまけがこれで、まあ、今ちょっと紹介するんですけど、いっぱいちょっとね、なんかポリ袋みたいに入っちゃってるんで、該当するおまけを探すのが難しいんですけど、これかな、これだね。こんな感じで、はい、いっぱいこうやってなってて、これの元ネタですね。ちょっと、造形が違うっていう感じですけども、ほとんど一緒ですね。こんな感じ、目の大きさとか、まあこれは整形不良かもしれないですけど、タイヤの大きさがまるで違うと。だいたい 1.5 倍から2倍ぐらいありそうですけど、2倍はないか、 1.5 倍ぐらいのタイヤの大きさなんで、箱には確かね入んないんですよ。これ何の玩具のシリーズのねおまけかどうかはねちょっとわかんないんですけど、あのまあ以前紹介したね、大座怪獣の元ネタのものが、詳細が分かったということで、宇宙船ゲームのおまけとシスコのおまけは違くて、それらが元ネタなんだよっていうのを紹介したと思うんですけど、そんな感じで、これもね何のシリーズの何のやつなのかっていうのはちょっと知りたいですけどね。なかなかやっぱり知れる機会はないのでちょっと難しいんですけども、ちょっとこれはね、あでも箱入るね、ギリギリ。でもこうやって折る感じになっちゃうの、こうやってこの本体のやつらは。だけどこれはスンってこうやって入る。あれ、これも折れてたわ俺これはすんなりすんで入るかなと思ったけど、これも折れるんかいっていうね。これのやつの大きさも違いますね。こんな感じでこっちの方が元ネタの方が大きい気がしますけど、一緒かな。これに関してはタイヤの大きさが違うだけかな。ほとんど大きさに関しては変わらなかったりす、ごめんなさい。やっぱタイヤが大きい分こっちの方が大きく見えちゃったんですけど、ほとんど変わらないですね。こんな感じで、はい、何のやつなのかなっていうのがぶっちゃけた話気になるところではあるので、まあこれ僕本当に最近やってる動画のスタンスなんですけど、わからないのをもしかしたら視聴者が知ってるかもしれないっていうふうに思っちゃうんで、もしわかる方いたら教えてくださいっていうのはね、結構ねいろんな動画で言ってると思うんですけど、この今回紹介した元ネタ、なんかね明確に俺ねこのシリーズのおまけ玩具ってわかるぜって人いたらちょっと教えてほしいですね。また、また教えてほしいですねって言うと、なんか前教えてもらったみたいな感じで言っちゃったんですけど、前は別に教えてもらってないですよ。自分で調べてっていう形なので、こんな感じで今回は、ゆらゆらシリーズの女の子用の元ネタを紹介しました。でこの元ネタのゆらゆらシリーズの女の子用のやつって、僕これだけじゃないんですよ、他にもあるんで、また別の日にね、それは皆さんに紹介しようかなって思ってます。はい、で俺これ動画で触れてなかったかな、なんかねもうみんな見慣れてるかもしれないけど、撮影場所をちょっと変えました。ちょっとこういうちっちゃい折りたたみ式のテーブルを立てて、でこれ壁は多分小学校の時からなんかにやっちゃったやつなんだけど、ちょっと汚いんですけど、この方がなんか見やすいかなって思ったので、結構ほら前は汚かったじゃないですか、机の上もね、あんま綺麗な方ではないので、こっちの方がなんか見やすいのかなってなんとなく思ったので、ちょっとこれに変えてみましたけどね。どうでしょうか皆さんはどっちの方が好きだったでしょうか。俺は今の方が全然いいと思ってるんだけど、まあ別にそれも、そうですね。なんか、いや見にくい毎日コリスてめえこの野郎、何がお前折りたたみ式のテーブルにして見やすくなったよね、だよお前全然見にくいじゃねえかバカ野郎とか、そういうコメントあったらもちろん戻しますけど、もう全然あんまないようだったらそのまんまでいきますしね。じゃあ今日はこちらの女の子の元ネタを紹介させていただきました。はい、じゃあ5分弱ぐらいの動画ですね。
今日はこんな感じで終わります。